はい、どうも天使です。すみませんが動画は直撮りになっています。まあ、すぐゲームキャプチャーソフトを買ってくるので、まあ、しばらくの間は許してください。まあ、今回はゼルダの伝説をやっていこうと思います。今回はっていうか初めてだけど、まあ、ちょっと早くやりたいんで、まあ、早速つけていきましょう。はい、あ、そう、アイコンはヨッシーでしました。あ、これ誰かの声みたいな感じかな。目を覚ましてって言ってる。わお。あ、目を覚まして。あ、もう始まってるのかな、ストーリーは。お、リンクだ。リンク。リンク。リンク。名前は選べないのかな？リンクって、もう呼ばれてるけど。どうなのかな？ん？え？どういうこと？なんか結構長い間眠ってたみたいな雰囲気出てるけど。あ、後ろ結んでる、髪。髪結んでる、今回のリンク。毎回髪型変えてくるからね、リンクは。どこだ？なんかそういう特殊的な扱いかな。うん？お、見たことある。風のタクト見たことある。風のタクト自分3周ぐらいしたんでね。まあその辺は。ゼルダの伝説要素は大丈夫だと思いますよ、多分。お、移動できる。とりあえずあれ読んだらいいのかな、これ。調べる。な、何これ。ん、お、見たことある、これ。あのマーク、シーカーストーン。シーカーストーン。長き眠りから覚めたあなたを導くでしょう。あ、何か地図みたいな感じ。いや、まだ早いか。ん？なんだ？っていうか、まず、なんだ？この、ん？囚われてるっていうか。シーカーストーン、手に入れた。中央のパネルが光る不思議な板。初めて見るものなのに、なんだか懐かしい。ん？どういうこと？記憶、忘れ、なんか記憶があれかな？もしかして、記憶喪失みたいな。感じな設定かな。お、なんか右下、何あれ。なんかほら、ブルブルブルなってる。ブル、あ、音か。足音みたいな。違う、あ、持つ、持ってみよう。よいしょ。何？あははは。投げないんだ。結構、下に、待って、バッ。割り方。ちょっとちゃんと投げてほしい。あ、宝箱。だった。古びったシャツ。ポーチを開く。これか。これ、今さっきのボタン。あれかと思ってた。横持ちにした時に使う十字ボタンかと思ってた。あれ。これで選ぶんだ。装備。あ、見た目変えれるのか。防御ロックもある。防御ロックかな、これ。この1っていう数字は。まあ、いっか。ちょっとどんどん。行こう行こう。あ、おぉ。古びたパンツ。よし。よし、キヨキヨ、箱。お、今回のリンク。髪長いな、今回。まあ。これも。おっと？ああね。そういう感じか。通路作るやつか。なんか、近道の通路作るとき、だいたいこの木箱とか落として作るからね。調べる。かざす。お財布携帯みたいな。え？道を開くか。ワオン。ワオン、ワオン言ってる、絶対。ワオン。おお。こんな感じか。おまぶしい。
絵綺麗だな。直撮りわかるかな。大丈夫かな。このハイラルを再び照らす光。光。今こそ旅立つ時です。おお、今回はあれだな。最初から主人公みたいな扱いだな。今回は。進むか。温度とかもある。あれ温度だ。温度でしょ。絶対。右下のやつ。あれも気になるな。暑いと、服装とかやっぱ意味あるのかな、これ。私、ジャンプ。はあはあ、なるほど。スタミナゲージもあるんだ。ダッシュ。おぉ。結構手を振る。お、綺麗。めっちゃ綺麗。ゼルダの伝説、ブレース、題名なんだっけ。おっとっと、お知らせ出てるじゃん。ちょっと待って。ごめんなさい。あ、違うか。映らないんだ。携帯画面のお知らせだった。お、人いる。え、なんか落ちてるよ。木の棒？木の枝。振り回すのに、あ、武器として使えるんだ。武器、四角。あーね。なるほど。回転切り、あ、できる。回転切りもできる。ちゃんと。あ、よしよしよし。何これ。あ、そういうこと。これで選べるんだ。あ、なんか吹いた。ちょ。なんかいろいろ操作ありすぎて困る。この口笛もなんか使うのかな？風呂。はい、はい。あ、来た。入られるだけ。か、回復するんだ、これ、多分。あ、回復するって書いてある。タスでポーチを開く。あ、食べたら回復ね。これ、結構じゃあ、回復アイテムそこら辺に落ちてるんだ。あれ？じゃあ、ダンジョンその分難しかったりするのかな、これ。どんどん取っていこう。枝も。よいしょ。お、切り替える。切り替える。あ、なるほどね。どっちも木の枝だ。進んでいこう。この先。行こう行こう。あ、なに今の。ちょ、気になるけど。走りながら。ほら。あ、シーカースト見ようとしてるんだ。何も持ってないけど。ほら。そういうことか。こっちは？あ、注目か。注目。あ、この人、話しかけよう、さっきの人。お、ほうほう。こんなところに人がいるとは珍しいの。ハイラルの人、王様みたいな感じ。あなたは？こんなじじいに興味があるか？おかしなやつじゃの。わしは、もうずいぶん長く、ここで一人じゃ。お察しの通り、変わり者のじじいじゃよ。して、お主、こんなところで何をしておる？ここは？いろいろ聞いてみよう。問いに問いで返すとは、近場の若者は全く困ったもんじゃ。はい。だが、ここで会ったのも何かの縁じゃ、教えてやろう。ここは始まりの大地。遠く、ハイラル王国の発祥の地と言われている。いや、あ、ハイラルなん、ん？ハイラルなのか？この辺は。何？あ、広いな。あれは遥か昔より王国の祭事に使われておった神殿じゃ。100年前、その王国が滅んで以来、長らく放置され荒れ果ててしまったがな。ご覧の通りじゃ。今や誰もよりつかん。忘れられた場所よ。わしはしばらくここにおるでな。何かあればまた尋ねるがいい。どういうことか。じゃあ、あっこに行けばいいのかな。とりあえず。古い。誰も近づかないらしいけど。これダメージ食らうかな、まあ、あ、食らわない。やっぱ火とかもう慣れっこなのかな、リンクは。え？これは？おい、あ、焼きリンゴ。おー、いいね。ハート約一つ分ぐらい回復。あ、ごめん。怒られた。これ、わしの焼きリンゴじゃぞ。ほほほほ。冗談じゃよ。リンゴはこんがり焼いたくらいがうまいんじゃ。優しかったな、この人も。持って、まだ一人目だけどね。お、あ、火をつける。お。どうしよう。武器にする。
武器にする気だった。物騒なやつで、そいつは火をつけるのに使うもんじゃ。この先には魔物もおる。武器ならもっとマシなのにするんじゃな。わしの斧でいいな、その辺にあるぞ。持っていくがいいわい。適当に振り回さずに相手を向いてしっかりと間合いを取ることじゃ。注目する。斧は？斧どこにある？あ、あったあった。これ？あ、これ絶対違う。斧じゃないこれ。あ、これ？これか。でかっ。でかっ。あ、なるほどね。木に刺さってたんだね。武器の。回転切り出ちゃった。武器。あれ？あ、そういうことか。こう、斧。あれ？え、なんか開いた。何？スマホ見てる。そうやって写真機能も。ん？違う。ピンを打つって書いてある。何？打ってみよう。よいしょ。なんか出た。あれ？はい。はい。どうしたの？シーカーストーン。シーカーストーン。はい。シーカーストーン。機能を使う画面を開く。これ？おー。あ、なるほど。ここに行けっていうこと。ん？違う。こっち？こっちか。ああね、ここに行ったらいいんだ。冒険手帳を開く。どこからか美しい女性の声が聞こえてきた。そっか、まあ誰もわからないんだよね、その女の声の人。ずっとゼルダかと思ってたけど。目的地に設定。お、これでいいんだ。で、何かな。これ飛び込んでいいのかな。ちょっとなんか、ちょっとすいません。ちょっとめっちゃ寄り道していいですか？ちょっと、ちょっと遊びたいな、この辺。あ、違う。よし、ジャンプ。もうちょっと豪快に。あいつ、風のタクトのやつじゃん、こいつ。やったって、こいつ好きだったんだよ、このシリーズ。こいつ系。あれ？ボックリンかと思って、びっくりしちゃったよ。君、僕が見えるの。僕は転ぐ、森の妖精さん。あ、そうだ。ボックリンに会ったらこれ返しといて。コログの実。あ、そうそう。僕の仲間はいろんなところに隠れているよ。怪しいところがあったら探してみてね。こいつのダンジョンないかな？森のダンジョン。めっちゃ行きたい、こいつのダンジョン。ちょっと、加速。よいしょ。ジャンプどれだっけ？いや、X か。マスターソードある。錆びてる。錆びてる。武器を投げる。なんかむ、さっき、なんか、昔の英雄が使ってたみたいに言ってたけど、投げ、もう扱い雑だな、投げるって説明。あの、城のとこ向かいますか？じゃあ。X でジャンプ。あ、これ、どこでもジャンプできるんだ。それリンク新しくなったな、ほんと。ここ、城？あ、あっちか、あの奥の方か。まあ、あえてこっち側からね、行くっていう。この正面を通らずに。ははなんかないかな、正面は。あ、なんか、台座あるけど。台座かな、あれ。何かな。ちょっと待って、シーカーストーンで、ここで、こう。見えないか。ははは。見えないか。行こう、上がっていこう、どんどん。ちょっと待って。いいのかな、いるいる、敵いる。ちょ。待って、武器どれだっけ？ Y か。これで注目で？これ Y で攻撃？なんか重たい。あ、痛い。あ、なんかジャンプしてるとこ、やっちゃった。よいしょー。いいね。結構あれ、なんか、攻撃してる感じがすごい出る。なんていう重みのある攻撃っていうか。あとなんか溜めて攻撃できる。これ。なんこれ。おお、すげえ。すごっ。普通に感動。よいしょ。投げたいんだよな。ここ。あれ？投げないじゃん。頭の上で割るじゃん。あ、投げるボタン押してんのに。なんで？あ、投げた。そういうことか。結構体の屈伸運動を使うね。よいしょ。いくよ。体の屈伸運動を使う。よいしょ。よいしょ。この宝箱は何かな？
ルピーかな。弓、もう弓手に入れた。いいのかな、こんな早く。木絞って放つ。弓使おう。矢あるのかな、矢は。ちょっと矢、違う、こうだ。矢。あれあれ、あ、もう装備してるのか。あ、そういうことか。ちょっと待って。違う。そう。いや、一発撃ってみよう。ここ、もうこれ、これでいいか。これ狙う練習として。よいしょ。あれ？やっぱ矢入ってないよね。あ、ほら、入ってない。音だけするけど。入ってない矢は。なんだこの女神。いや、祈る。何かあるのかな？女神像はうっすらと笑みをたたえている。なんだろう。まあ、進みますか。どんどん。あ、こっちなんもないや。あ、違う。そう、シーカーストーンの示す場所行けばいいんだ。は、話聞いてたのにな。忘れてた。じゃ、どんどん進みますか。ダッシュダッシュ。あ、ゲージ減るの早いな、今回。ゲージ切れたらどうなるんだろう。よいしょ。お、頑張りゲージがなくなると、ゲージが回復までの動作が制限されてしまう。あ、でも結構早く回復するんじゃ、するんだ。ね。よいしょ。降りるときもなんかほら、モーションが、すごかった。広いな、ほんと。この、ちょっと待って、この隠し要素とか絶対あるでしょ、これ。そういうの調べたくなる人なんだけど、僕。どんどん進むか。よいしょよいしょ。何あれ？あ、あ、待って、弓矢、本当に入ってないのか、弾は。お、コントローラーを動かしても操作できる。あ、よいしょ。おい、いや、やっぱ入ってないな、弾。あ、じゃ、この肉欲しい、肉、ちょっと、狩ろう。こいつら買いましょう。あ、ちょっと待って、いた、スライディング食らった。これ、回転切りしよう、回転切り。よいしょ。おーはは。よいしょー。気持ちいい、今の。これ危ないやつだ、絶対。絶対危ないやつだ。あっちに投げよう。はい。うわ、え、いた！やば！いや、もうゲームオーバーになった。嘘だ。もうリトライしよう。え、どこだ、ここ。あ、死んだとこだ、ここ。バツマークついてる、マップに、右下の。あ、やば、火ついてる。危ない。あ、いた、めっちゃいた。え、いた。やば、ハート、見て、ハート。やばい、2個減らされた。ちょっと待って、逃げよう。ちょっと待って。今回難しいのかな、だいぶ。こう、ダメージ結構食らうんだけど。ちょっと待って。火は強いって。だって、こう、一回、間合いを置いて、あ、いた、あ、死んだ、また。また死んだ、もう。ははは。じゃあ、防御力とかあるんだ。今、説明読んだけど。回復と飯かきて攻撃。あ、やばいやつだ。あーもう。もう、やば。難しくなってるぞ、今回のゼルダ。とりあえず、これで投げて、オッケー、強っ！クリティカルヒット。そんなんあるんだ。コンボ使おう。早い。おの。なるほど。武器によっても、あれか。攻撃速度とか変わるんだ。よし。じゃあ、この肉もらってから、行こう。取る。おー、いいね。めっちゃ回復するじゃん。今回は頭使えそう。じゃあ、行こう。お、もうちょっとで着くぞ。ちょ、敵強いから、まだ防具とか手に入れてかららしいね。倒すのは。よいしょ。じゃあ、ここ上がって、こっちで合ってるのかな？何これ？なんかある。下かな？上かな？ちょっと待って、上から見ていこう、先に。ほら、これが気になった。これ。あ、はみ出てるだけか。下行こう。よいしょ。これ、高いとこから落ちたら、食らうか、リンクは。毎回食らうもんな。オッケー。ここに、なんだっけ、シーカーストーンか。はい、セットしてください。え？何？よし。和音して。おー、ね、自動だ。
シーカーストーン確認しました。シーカータワーを、シーカータワー揺れに注意してください。なんだ、何、どうしたんだろう。お、リスだ。リス、おおはは。待って、この世界わかんない。これどういうことか。結構何かな、古いものなのかな。でリンクどんだけ眠ってたんだろう。あ、ちょっと各場所のタワーが上がってるんだね。いや、マグマの場所とか雪の場所とかあったけど、まだ物語が読めないな。なんかもうちょっと安全装置とか置いてあってもいいような。始まりの塔、ステージかな。そう、周辺のマップ情報の入手を開始します。ああ、なるほど、マップ、あ、これであれか、地図が映るようになるんだ。さっきは場所だけしか残ってなかったけど。涙、そういう感じなんだね。お、16度。周辺のマップが追加されました。温度までって結構、あれだな、凝ってるな。今回のゼルダは。まあなんか20周年なんとかって書いてあったからね。目が綺麗。思い出して。あっこ？あっこにいる誰か。100年の間100年間眠ってたんだ、リンク。どういうこと？何？ガノン枠。うわー、あ、待って、これも風のタクトで見たことある砂のやつで。なんだ、今回風のタクト要素多くない？前に早く。なるほど。なんか時間がないんだけど、まあ、呼び起こされたみたいな、そういう目的を果たすために起きたんだな今回リンクは。でここに立ったら下行くか、下か。これ、え、いいのかな。あ、結構大丈夫。足腰、あ、やばいやつ、こっちか。降りて。よいしょ。お、びっくりした。リンクが喋ったかと思った。あ、さっきの人だ。ハイラルの人？いやはや驚いたわい。大地から次々と塔が姿を現しおった。おそらく、このハイラルの大地に眠っていた力が呼び覚まされたのだ。して塔の上はどうであった。何、まあ、声が聞こえた。ほう、城の方から声が聞こえたとな。この人絶対重要人物だ。後々姿を現すやつだ。お主はその声に心当たりはないのか。ないね、ない、わからない。そうか、それは何とも心苦しいの。お主を見たであろう、あの城を包み込むまがまがしい怨念の塊を。あれの名は薬剤ガノン。やっぱガノンなんだ、あれは。今から100年前、この地にあった国、ハイラル王国を滅亡させた元凶じゃ。じゃあ今結構あれか、未来の話なんだ。前のシリーズからしてみたいな。突如として現れたやつによって町は破壊され、多くの民の命が奪われた。そして今日まで100年もの間、王国の象徴であったハイラル城にあのような姿へ取り付いたまま、その動きを止めておる。お、目が綺麗。もしやお主、あの城へ行きたいのか。まあ、行きたいね。行くしかないでしょう。まあ、ヒーローだし。そう言うと思っておったぞ。わかるんだな、この。
まだ会って数分なんだけど。え、じゃがここは陸のこと。この絶壁の大地から出ることは不可能じゃ。ん？もし飛び降りようものなら地面に叩きつけられ、ひとたまりもないじゃろう。いやでも階段とかあるでしょ、あんぐらいの高さだったら。まあわしのようにパラセールをもさっきから飛んでたやつかを持っていれば話は別じゃがな。パラセール、それください。ほっほっほ、いいじゃ、いいんだ。じゃが、ただというわけにはいかん。なんだ、そうじゃな。では、あるところに眠るお宝と交換というのはどうじゃ？お、いいですね。ダンジョン行きたいよ、早く。ん？閉ざされた大地。冒険手帳を開く。ここで確認か。わしについてまいれ。はい。背高っ、この人。な、絶対3メートルぐらいあるかな。ないか、2メートル。90。3メートルぐらいあるでしょ、これ。ほら。背高っ。ついて、どこ行ったん？さっきからくるくる回ってるけど。まあ、いや、話そう。今、わしの見ている先に怪しげに光る祠のようなものが見えるな。あれは塔が地面からせり出したのと同時に、あのように光り始めたのじゃ。見てたんだ、この人。結構視野広いぞ、この人。ああいう場所には大概お宝が眠っておるものよ。パラセールが欲しいじゃろ。あ、お宝楽しみにしておるぞ。じゃあ、あっこ向かえばいいのかな。とりあえず、あっこ向かって。溺れるんだ。溺れるんだ。スタミナゲージなくなったら溺れるんだ。ちょっと回っていこう。これか。これがあれか。ダンジョンか。まあ、ちょっとこのダンジョンに、オーヌの祠。まあ、ちょっとこのダンジョン入りたいですけど、ちょっとここでね、パート1かな？結構長く撮ったけど、お終了しようと思います。まあ、このダンジョン気になりますけどね。まあ、次回に回そうと思います。まあ、続きが見たい方は、ぜひチャンネル登録お願いします。では、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。